タリウムは原子番号81の元素。元素記号は TL。第13属元素の一つ。硫化鉱物中に微量に存在するため、銅、鉛、亜鉛の硫化鉱物の精錬副産物から回収し得る。名前の由来はギリシア語の緑の小枝を表すサローズで、これは原子スペクトルが緑色のためである。単体は常温では、 銀白色の柔らかい金属として存在し、六方細密重点構造が最安定であるが、約摂氏230度以上では、耐震立方構造が最安定となる。比重11.85、有点摂氏302.5度、沸点摂氏1473度、13属の元素であるがイオンは一家が安定である。水と反応して、強塩期の水酸化タリウムを作り、体内に入ると、 カリウムイオンと置き換わることで毒性を示すなど、科学的挙動は他の第13属元素よりもカリウムに近い。このため、金属タリウムは石油中で保管する必要がある。ウィリアム・クルックスによって硫酸工場の残留物から1861年に発見され、1862年にクルックス及びクロード・オーギュストラミーにより単体分離された。 1898年、パリのレイモンサブローにより、タリウム塩に脱毛作用があることが発見される。このため1950年代に至るまで、頭皮の皮膚病を治療する際に用いられる、標準的な軟膏となった。タリウム塩自体には、皮膚病を治療する効果はないが、強力な脱毛作用によって頭髪が抜け落ちてしまえば、治療用の薬品を塗布しやすくなるためである。 第二次世界大戦以前には、顔面の脱毛クリームとして販売されていたが、製造業者や使用者のタリウム中毒が多発したため、現在ではタリウムを使用した、脱毛剤は販売されていない。皮膚、軌道からもよく吸収される。毒性は、評価を行った機関により、様々な数値が存在している。硫酸タリウム、酢酸タリウム及び硝酸タリウムは毒物及び、 激物取り締まり法で激物に指定されている。特徴的な症状は脱毛で、摂取後数日で現れる。また、外見的な異常として、皮膚炎、脱毛、神経障害、爪の異常を起こす。タリウムは、組織細胞内で、カリウムと置き換わり細胞膜を脱分極させるほか、細胞骨格を構成する、タンパク質であるケラチンのメルカプトキ化鏡キ結合を遮断。 タンパク合成を阻害することで毒性を表している。確定診断は尿への排泄量を測定することで行われる。殺素剤の誤飲などの事故でタリウムを摂取した場合は、胃洗浄、活性担当魚、人工透析、血漿交換、排出を促進する尿などの対象療法が基本であり、体内除去剤として放射性セシウム、体内除去剤としても利用されるラディオガルダーゼという、 商品名のプルシアンブルーを使用する。タリウムは体内に吸収後、消化管内に分泌された後に再吸収される。プルシアンブルーは消化管内に残存したタリウムのほか、分泌されたタリウムを消化管内で補足することで再吸収抑制にも働き、排泄を促進する。ありがとうございます。